パリオリンピックのフェンシング競技でメダルを獲得した3選手が県庁を表敬訪問しました。県庁を訪れたのは宮城の国練習拠点があるネクサスフェンシングクラブ所属で男子フルーレ団体で金メダルの長野雄大選手と敷根隆博選手、男子エペ団体で銀メダルの美濃部和康選手です。デビー風について観戦させていただきました。改めて3人の選手本当におめでとうございます。思う存分ですね、力をもっと伸ばしていただければと思いますし、また私たちにいろんな場面でスポーツの素晴らしさを教えていただきたいと思います。3人は宮城野区の練習拠点で合宿をしたり子どもたちと交流したりしているということです。2012年のロンドンオリンピックでは宮城出身の千田健太さんと淡路卓さんが銀メダルを獲得していて、3人にとって宮城は特別な場所です。ロンドンの時なんか2人メダリストが出ているところで、やっぱなんかもともと僕の中ではやっぱ宮城県というのはフェンシングの聖地っていう思いがあって、その中で、フェンシングのメダルを持ってこれたっていうのは私たちとしてもやっぱ誇らしいなとは思います。